フィクスター USA をご覧の皆さん、アクメです。イエーイ。はい、ドラムのハルです、はい、得意技は、モーニングスタンディングです。よろしくお願いします。ベースのリキタです。よろしくお願いします。面白いことは言わない。面白いこと言わない。ギターのショウゴです。面白いことは言わない。いつも通り。ボーカルのチサです。よろしくお願いします。甘い。俺甘いんや。
子供の頃は大人になってどんな仕事に就きたかったんですか？僕ダメやわ。想像した味じゃなかった。映画の影響なんだけど、小さい頃はあの木村拓哉が出てるマスカレードホテルっていう映画見て、でホテルマンになりたいと思いました。小さい時から最近の映画そんな最近まで小さかったよ。でもやっぱりね、その後オーラルシガレッツ聞いて、やっぱ俺もバンドやりたい。オーラルシガレッツ聞いてね、すげえ最近だけど高校生の時に、短期間で成長したよ、ハルさん。子供の頃、あ、そう、何の質問か忘れたもう、ハルさんのせい。子供の頃、なりたかった。ない、スポーツ選手、スポーツ選手かな。具体的にバスケットボールの選手になりたかった。え、野球じゃない？野球じゃない。そう、ずっと野球か、だって、ね、野球は得意。得意、一人で野球やるぐらい。一人で野球やるぐらい。ね、野球は得意。バスケは面白い。バスケは一人でちゃんとできるもんね、やっぱ。なんだっけ、バスケットダッシュだっけ、なんの選手だったんだっけ。昔そうか、カゴダッシュ、カゴダッシュか。バスケットダッシュ悪いことやから選手じゃない。あ、選手じゃない。違う、やってない、仕事だったんじゃない。違う違う違う。僕ですか。絵が好きやん、うん、まあ、あの今も絵好きなんですけど、絵がちゃんね。違う、絵がちゃんじゃない。絵がちゃん、絵がが好き。絵がじゃない、絵がが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 、絵が好き。あ、絵がね、漫画家になりたかったって、うん、言ってた気がする。上手だよね、漫画。いやでもイメージと違かった、やっぱりそのさ、大人になってから漫画家って大変だなみたいな。ほんと、ほんとトップガン見て本当にやばい。あ、やばい。やばい、バレちゃう。だいぶ映画の時間そうね、時間差めちゃくちゃ遡ったね、今ね。時代の流れがすごい。ちょっと待って、それでそれも世代じゃないと思うけどね。俺は歯医者さんって言っとった気がする。これだ。隠れてる。しかもね、本当に自分の父親の姉ちゃんの吸い込みで、歯医者は儲かるよってずっとなんか多分言われとって、だからその小学校の時になんか思い出にみんな将来の夢を言っていきましょう、理由をね、言ってください。で、俺がね、将来の夢は歯医者さんになりたいです、なぜなら儲かるからですっていう録音されたやつがね、しっかり証拠がしっかり、うん、気づいたらバンドマンやね、うん、マネージャーの職業、人生何があるか分かりません、ね、ちなみにこれ食べたみたいな、うん、食べたよ、うん、どうやった。まあ食べたで甘い、甘い、うん、食べれる、うん、これもいいから、もういい、いちご味の味がするね、うん、でも俺の、うん、想像してたいちご味じゃん。次の質問は、はい、もしバンドをしてなかったら今はどこで何をしていると思いますか？よく考えるけれども思い浮かばないよね。多分ホームレスきっとそうなの。何もどんだ思いつかなかった。さっきも答えがそれだよ、うん、どの辺の、あのどの辺の上ので、有名だね、そうやって。お、これかおいやってたんだよ、おっちゃんもお前エレキやってたよ。いや、ドラムやん。なんかある、うん、やってなかったら、うん、スポーツトレーナーかな、うん、吉本新喜劇。吉本はもうパララッパラじゃない、早い段階で諦めた。俺には才能がないって、うん、よく知っとるって。夢はね、吉本新喜劇はあるけど、現実を考えるとね、一番ほど遠いところにいるから。いや、よく気づいた、それは。だって。しろさんはどうですか？俺ね、なんやろうね。他になりたかったのはね、意外といっぱいあって。だんだんこう、ね、大人になるっていうか、それ結構ちっちゃい時かもしれないからさ、歯医者さんになりたい。そう。カーレーサーか、オートレース選手か。儲かるやつばっかりでも技術が必要、乗り物好きやからかな、慣れとったら。それがダメなら、うん、なんやろうね、考えたことないかも。でも多分そっちで頑張っとったのはね、その美大に行ってたから、うん、現実的なあれで言うとなんか予備校の先生とかかな。あ、
デッサンをなんか予備校で教えるこんな先生だったら持ってるからそういう、大変なことになるよでも最近はあの趣味で海のジェット水上バイクの免許を取ったんですよ。だからバナナボートを引っ張る仕事っていうピンポイントあれさ思うんやけどさ引っ張られる側も楽しいけど多分引っ張る側も楽しいと思うんだよね。そうちょっと引っ張ってわーわー言わせたもんキャーキャーみんなで行きたいねで俺バナナボート出すからさ、うん、乗ってもらってその連絡はさんだし、うん、バナナボートは春さんだしで、ボートを引っ張ってくれて、その上に2人乗っかってくれるちょっと思ったより甘ったるい感じ、いちごミルクではなくて、うん、ミルクではなくて、ね、なんかいちご、ちょっと酸っぱさもある。いちごっていうか、ストロベリーかな一緒だね。いや、言いたいこと、言いたいこと、なんか言いたいことだから言いたいことだから、俺の知ってるいちごじゃない、ないこれはストロベリーだ。なるほど。はい、続いての、はいうんはいお味がクキ&クリームです、うん、あこれは美味しいやろ、まあうん、もう名前が美味しそう想像できる、うん、あれ味が、うんはい、開けまーす。ドス黒いあのクッキーな言い方ああのでいわゆるもうあの想像つくでも想像つくけどあの想像とちょっと違かった気がする。俺もちょっと違う、ね、また違った、また違った違う角度から来たよ。ああよくこれ、ね、奈良公園あ奈良公園にこういうの落ちてますよねこれね美味しそうじゃん、はい、今ふんって言ってねはい、ちょっと質問いきます、はい、最近どんな曲を聴いてますか。今更なんですけど、サンサンサンササンサンササン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 あの曲なんだっけかなってずっと考えて見つけたのがホールドで、あこれこれこれよしこの曲パクロって思った最近のミーハーなところで言うと BI でしょ聞いてる。あんまりそういうイメージない。めっちゃ聴いてる、曲を聴いてるっていうかね、ライブ見てる YouTube のなんでこんなにもやっぱ人気があるんだろう。あんなに声はんはんないのにまあでもライブ見たら、あそういうことか。いや、省エネであんだけ売れるのはね、コスパがいいですよ。我々のライブはもう汗だくになって、あまぁ、せなっつってさ、ライブを覚えるけど、ビリー・アイリッシュでもね、でも、曲だけ聞くとそうやけど、ライブめちゃめちゃ激しい。激しい。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ走り回ってる。またね、あのライブを見てると分かるけどね、ビリー・アイリッシュのお兄ちゃんが、なんかプロデューサーで、後ろでなんか忙しいんやって、鍵盤弾いたり、ベース弾いたり、ね、忙しそうにしてて、またそれはそれでいいなと思いますね。最近はあの、ちさくんがね、いいよっていうのを、ね、もらったね。アラルヒーオリビアっていうね。オリビアの。オリビアいいよね。いいね。かっこいい。いいですね。オリがうまいし。うん。かっこいいし。いいっすかな。うん。僕いろいろ聞くんですけど、最近多分今こう家から出れなかったり、ライブできなかったり、ね、して悪いことでもしたと。いや。ちょっとね、あのウイルスが、ね、あ元気がないわけ。うん。多分、うん、で元気が欲しくて。インドミュージックをあの YouTube で見るのよ。カレーが食べたくなる。インドの映画の音楽、うん、トップ5みたいなやつを見るとめっちゃ元気になる。テンション上がりそうだね。上がるって、うん、長い。あ、そうなの。結構。あ、そうだね。長い。まだ終わん、だから逆にまだ終わんないのに、あの永遠に踊りが、うんあうん、でもすごい元気で、ちょっとしかも鬱陶しいあの振り付けがいっぱい鬱陶しいっていうところからなんかもう周りに5人くらい囲まれてこうやってやられるみたいなぐるぐるなんででもそれ見るとめっちゃ見終わったでやっぱ元気になるね次どんな曲を作るか楽しみだなってどんな緊張されたか。バンドをやっていて最も難しいことは何ですか。いっぱいありますけどね。いやこれはもうすぐ一つ出てくる。あのナッツの数がここに詰まったまま喋るそれは今俺もさっきそれやってたナッツは詰まるね、うん、このバンドは奇跡的にないんだけど、うん、みんな仲良く
やっていくっていうのは難しい。変なことを言うやつがいるし、みんな我が強いし、でなんかちょっと売れてくるとソロになりたがるし、はい、まずは真っ先にボーカルがね、うん、ね、そうそう、僕一人でいけんじゃないかと思い出す。それが難しい、人間関係で、ね、まあでもそれに近い、俺は続けることが難しい、どの職場ね、どの職場、まあ、人間関係、いや続ける、5年続くって俺本当にすごいと思う、うん、それだけなかなかない。このバンドに関しては個々のスキルが高いから、求められるもの以上のことをやんないといけないって、もうなレコーディングするにしても曲出しの時とかね、あまあうちってみんなでいないから、ね、メンバーが求めているもの以上のことをしないといけないと思うことが難しい。で次やるのにまた自分の首絞めるじゃないけど、ね、ハードルがどんどん上がっていくんです。あんまりないけど、なんか強いて言うならば、まあ、バンドあるあるかもしれないんですけど、ボーカルは、ライブの日の、リハーサル暇っていう、ね、それはあるよ、こういう時間が結構ある、セッティングが少ないと。そう、確かに、ね、PA さんによっては機嫌悪いもんね、さくんね。自分でワンマンツアーのね、専属の PA さんの時はそんなこと。ああ。たまにライブハウスで、それの、いやいやいやみたいな、よく、いやいや、遠回しに言ってくるとき、ああ、機嫌悪いなっていう。まだやっぱ、与えられた環境で、100% 出すっていうのが一番難しいかもしれないですね。やっぱお客さんはね、そこは楽しみにしてくれるから、それこそアメリカだってドラムの音が出ないとか、もういろんなことがあるけど、もう初めやらなきゃいけないみたいな、ね、そこでの 100% みたいなのが難しいですね。難しいね、はい、どんな悪い状況でもできてしまうのが悪。その通りです。でもちょっと予想と違うから、なんか意外と周り柔らかい。あ、そう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 、うん、ああ、ね、そうね、うん、もう完全に絵からしてそうなんですけど、あれよだ、あれ、あれよ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 、まあ想像した感じで美味しい、ジャパニーズ、うん、クラッカー、おかき、うん、おかき、海苔ありますよね、うん、想像を超えてくるからね、このラッツ。確かに、でも、はい、うん、どういう韓国海苔が美味しい、ね、韓国といえばね、海苔、まあ、海苔ね、そう、じゃあ、どうですか、こういう感じです。あ、なんかごま油、あ、韓国海苔って言ったね、はいはい、あ、そうね、そう、そう、あ、本当だ、ごま油、はい、はい、はい、もう行きます。はい、アクメのめっちゃごま油。アクメのミュージックビデオで一番好きなのは何ですか？俺はもう嘘顔を、ずっと俺バンド始めたから言ってたもんね、うん、本当に俺夜の屋上で撮りたいって言い続けてきた、うん、やっとできた、うん、嘘顔にしようじゃん。なんでじゃあ、あれかな、ちょっとね、いつものと雰囲気が違う、もののけ、あ、レクニス、あいつが、あいつがね、こう、うん、押そうとする男の子の名前と同じ名前、ハルくん、ハルくんね、あの MV 撮影の時に、あの面白いこともあって、スタッフが思いっきり蹴られるっていうね、あって忘れられない日になったね。そうね、俺と原さん見た、見た、パッ、うん、だっけ、うん、俺はでもワンダフルワールドかな。おワンダフルワールドの喫茶風がかっこいいんだ、これだ、かっこいい、うん、え、自分じゃないって違う。いやもう、あれはもう喫茶風につける、もうこれぞもう悪夢のボーカルよ、そうじゃなきゃって。ごめん、話遮ってごめん。いいよ、嘘顔ともう一個あるん、実は。お、もう一個ある、これ言っとこ、放課後の飼育、これがっこいいじゃん。放課後の飼育ってあれ、衣装、衣装と MV の感じがマッチしてるね。クライアークモモロケレクイエムが好きかな、すごい思い出が、うん、ね、あ、結構短い間に撮影したけど、ね、なんかね、
終わってエキストラの、ね、出演してくれる人が出演してくれる人たちの撮影室とか帰んなかったの、見たくてね、そうそうどうなるもう終わってるのに見たいからね。そうそう、こういう人っていう人がさ、二度漬けおじさんじゃん全部全部3人とも揃ってくれる。そうね、見てて楽しかった。確認用のモニターを見ててすごい楽しかった。楽しかった、はい、今まで一番好きだった衣装やメイクは何ですか？まあ同じくもののけですかな。うん、なんか僕もともとパンクロックをやっていたので、ああいう秒の服を着るとテンションが上がる、うん、戦闘力上がった気がする。俺はもうだから、世界で初めて来たと思うんだよ。赤いつなぎを衣装にしたバンド、それスリップノット結構いたアスルフだ。1999年ぐらいからおるからアスルフだ、出てくる赤のつなぎって言ったらすぐ出てくる。20年前からいます。俺は MV と一緒でワンダフルワールドかな、はいはい、俺はもう個人的に動きやすいないもんね。そう、基本俺袖ないから衣装余った布で作る。そう、余った布で作るから袖までないねん、俺の基準足りないから俺のだけ。たまにだってみんなインナーあるのに俺だけインナーないもん。ないもんね。そう、そこで生地が足りない。リヒト君は布を余らせてもらう方向じゃなくて腕を鍛えるっていう方向に。そうそうそうもう元々もう同性見せる腕を。そう、俺には裾来ないし、袖ない来ないし、ね、見せてもいい腕にしようっていうので鍛える。ワンダフルワールドかな。ワンマンツアーをあれで回ったっていうのが、あなんかね、すごいあれ来ていろんなところでライブしたなっていう、うん、アメリカもね、そうね、すごい覚えてる、うん、ね、ウエストコースツアーもね、ワンダフルワールドにしようと思って、ね、うん、やったから、それかし、思い出深い衣装です、はい、どうですか？もう、ごま油これね、うん、うん、ごま油、ごま油、なんか海苔、あんま海苔の味しない。海苔はもうごま油、海苔の感じはないね、うん、ね、美味しい、うん、ごま油、酒に合う、うん、ね、あ、酒に合うね。このアーモンド嫌いな俺でも、うん、チャラにしてくれるね、うん、ごま油、そうか、もうちょっと塩気があったらいい、嬉しいな、なんかそのイメージはちょっと、あ、超甘、まあ、まあ、ね、なんか一味かけたくなる、うん、ね、はい、続いての、はい、お味がマンゴバナナアーモンドバナナです。はい、なんか相性良さそうよね、マンゴバナナは。もう、これは食べるけど、はい、絶対これは好みじゃない。あ、その相性って何なんとなくパッケージ見たらマンゴーとバナナ、ああ多分ダメなんだよ、もう食べるわ、食べる、あのアイスクリームの匂いで、ね、本当に、ああ、うわあ、もうバナナしかないぐらい、マンゴーしかない。えじゃあ質問がね、はい、はい、毎朝必ずする習慣は何ですか？ここへで言うな。バカにされてんのか。ここへで言うな。俺本当に起きたら真っ先にトイレに行く。うん、ああ。何？言いたくなければ言わなくていい。言わない。いや、つながりがあるからね、もう。普通に。あ、普通にね。うん。一緒だ。うん。春さんはもうちょっと。朝、あ、でも起きたら必ず朝ごはんを食べる。ご飯を食べないと、なんか一日頑張れない気がして、必ず朝ご飯は食べます。パン食ってるね。パン食ってるね。毎朝パン派だよね。あ、でもね、本当はご飯を食べたい。あ、そうなんだ。そう、でも、面倒でパンを食べてしまう。パンと両面焼いた目玉焼きを食べてるよね。そう、目玉焼きは両面焼き。僕も、コーヒーを入れるかな、うん、自分で。あ、あれか、マシンで、その間に時間があったら朝ごはん作って、鳥が鳴いててね、コーヒー好きだから、まあ、うん、コーヒーも好き、うん、その間にね、レコードをかけてレコードはかけてないけど
いいね、はい、いい朝です。そんな感じです。革命の朝です。お味は、あの俺のはね、マンゴーが強かった。割とね、酸味があるんだよ、甘さと酸味が。うまくはないんだけど。うまくはない。これは、うん、ね、焼き芋の味しない。いや、もう違う、もう俺もなんかバナナ味って言ったらね、味、今食べたのはバナナ。そういう、まさかさ、一個一個見た目じゃ分かりません。なんかバナナとマンゴーが混ざるとさつまいもみたいな味がする。これさつまいもなんですよ。するよね。わかる、さつまいもの味。これこそミックスマンゴーなんやろね、多分。すいません、さつまいも、さつまいもの先っぽのものなんですね。一個一個多分、もしかしたらバナナ味とマンゴー味かもと、さつまいも味は、そういう味するよね。これミックスのでした。はい、はい。最近、それをパンパンしてる？